まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ち聞かせてください。そうですね。あの本当に、えー、難しい一週間だったんですが、選手があの本当プレッショナルな姿勢で練習に取り組み、えー、やろうとしたことをあの真摯にやってくれたんじゃないかと思います。そのやろうとしたことどれぐらい表現されていましたか。いやそうですね。あの出せるもん全部出しちゃったと思います。何パーセントかわかんないですけど、出せるもん出したと思います。あの京都三味たく推進のある。ある 勇気のあるチームにが今、僕らがないところだったのですすごく挑んできたんでいいたじゃないかと思いますその勝利が決まった瞬間選手たちも一緒に喜んだという話だったんですがその選手たちと喜んだ時の気持ち聞かかせていただけますもちろん選手たちもそうですし、えー、僕らは顔を下げてませんよって、えー、支えてくださる方々に示す試合だったので、えー、本当に勇気を持ってできたのが嬉しかったです。 この勝利、4月22日以来のアウェーの地での勝利なんですが、この点はいかか。がでしょうかそうですね、自分たちはできるぞっていうのを示したので、その選手の勇気に、あのー、すす。ごい感謝してますそして自分たちの勝利でグループステージ突破をつかみ取りました、この点、いかがですか。がでですすそうね、あのー。どんな状況でもあ勝ち進まなきゃいけないっていうのがプロなので、えー、それができたことは、やっぱりしいですし。 この選手でも,もう試合見てもらえる試合が増えているのが何よりも嬉しいですこの勝利次につながりそうですかつなげなきゃいけないと思っていますありがとうございましたいや久しぶりこれ